はい、皆さん、こんにちは。良い風景です。月下の予想曲実況プレイやっていこうと思います。7回目の撮影ですね。いきます。ですね、前回の冒頭で7回目って言ってるけど、前回6回目ですね。あ、失礼しました。 あれ、上がれないな。おっと、ボス倒してからセーブしたんですよね。上部の、悪魔城の上部の、探索を、やっていきたいと思います。カトラス、もうなんかこの間手に入ったやつだな。いや、今、斧落としたぞ。まあ、いいか。斧でいくか。リブーティー、しょうもないからな。もう、そろそろあれですね。アッパーカット卒業したいっすね。もっとマシな武器ないのか。悪魔城最上部来ましたね。あっと、こっち行くのか。まずわあ、セーブポイントです。あ、違うな。ワープポイントですね。ワープ、ここは入り口の、近いところですよね。ちょっと行ってみますか。ですね。これで開通したってことになるんじゃないかなと思うんですけど。ここですね。まあ、今は用がないんで帰ります。上部の、悪魔城上部の探索を続行したいと思います。なんか一緒にゴミもワープするっていう細かい演出が。なんか敵がいないし。お、おー、武器来ましたね。ティルフィング、なんか良さげな感じじゃないか。呪われてる暗黒剣てか攻撃力ゼロだし、攻撃力ゼロだし。ゼロって当たらない。判定がないのか。わあ、これはダメだな。あ、いくらなんでもこれはダメだろう。まだブルーナックルで行くしかないっすね。なんか今でもいけるな、これで。敵によっては全然ね。飛翔石を入手しました。二段ジャンプが可能。ナイス、ターコイズ。これあれですね。前回の取れなかったアイテム、礼拝用の、いけなかったところ、ちょっと行ってみますか。あ、結構距離あるな。あ、ちょっと上の方行けないみたいですね。やっぱ、ありそうなんだけどな。
いけそうでいけないっつうか、うん、こっちは無理だな。じゃあこの先行ってみようと思います。いや、やっぱダメだなこれ。早いところもっとまともな装備に変えたいんだけど、あとサブエボもこれじゃな。聖水とかね、聖水いいよな。これはなんかあの跳ね返るし、こっちもまともかも。また斧落とした。さてさて、時間がもったいないんで急いで戻りたいんだが、ストレス溜まるな。無視したいんだけどなあいつら。こんな感じか。まだまだ。もしかしたら、これでいくか。あれ、無敵になるってわけじゃないんだな。ああ、でもブルーナックルよりはいいんだ。いけそうじゃないか。あ、ダメか。ダメか。あと8分かそこらって感じですね。まず、おっと、あ、これだ。あ、ここは二段ジャンプじゃなくてもいけるんだ。ゴーグル、インテリジェンスが上がる。つけとくか。この上ですね。あ、いけますね。余裕でいける。モーニングスター、あ、いいんじゃないですかね。攻撃力上がるし。ああ、これでいこう。倒すの変だな、でも。あ、いけるいける。ブーメーだ。あ、うわ、うわ。暗い。チェックミサイル。あー、あの上も行けそうだか。行けない。もういいや、行こう。時間もったいないし、あと5分ぐらいですからね。じゃあまあ行けるところまで行って、切りますよ。なんか今回はなんか移動で終わりそうだな。ですね。
時計台、時計ありますよね。でっかい時計。あの上、ちょっと、いけるんじゃないかなと思うんで、行ってみたいと思います。途中なんか新しく行けるとこあるんだったら、そっちに切り替えてっていう感じなんですけど。あ、整数になった。無言になっちゃうな。ガソリンが足りないか。ガソリンが。よし。ショートソードはあれか。最初のやつだ。これタイムロスですかね。いちいちセーブしてると。まあ必要な時だけにした方がいいかな。倒せない。あ、一発で倒せないんだな。結構モーションが長いな。今一つなんですよね。攻撃力が高いわけでもないし、電車が効くわけでもないし、あ、やっぱり精通だな。この先に、でっかい時計があるですよ。何ですか、マリアとすれ違ったとこですよ。その上がなんか行けるような気がするんですけどね。ここか。じゃあここでセーブして、次回時計からやりたいかなと思います。